はいどうもピヨキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。今日のトロールコースは久しぶりにですねトロール界のね神様と言っても過言ではないこのキングブリングさんがですねいいねをしたコースから探していったらさこのコースがあったんですよ。キャップアシーズザファーストトロールベンジャーって書いてるんですけど、まあ意味はわかんないんですけどね、クリア値は 0.6%、 結構難しいんですよね。ちょっと詳しく見るを見てみたらなかなか楽しそうだったんですよ。絶対難しいよねこれうわマジでむずそう。どうしよう、とりあえず左上叩いてみる。これ金魚か何かでしょどうせ。あれ違うね、ダバダバダバダー。ここ下足場になってるのはね僕分かってるんですよ。でもねこの上何か気になんない、ここ見たいと思います。ダバダーじゃあこの下行こっか。下行って回転ジャンプで走っていこうか。はい、オッケー、うまい。でこのまま走ってジャンプ、はい。うわ登れんくね。あ、ここに音符ブロックがある感じね。ビヨーン。あぶねー今よく引っかかんなかったね。これも見た、今日いい日かもしれない。全然ね、あの引っかからない日かもしれない。じゃあここは普通に土管に入るよ。この土管に入っていいんでしょ。あ、なんか変わってるね。すぐ土管に入って、あ、土管じゃねえ、ドアね、ドアに入って、ちょっと危な、危ないなんか今日は危ない。雲の上に乗ろう、普通に雲の上に乗ります。ジャンプ、オッケー。でカロン箱か、カロンの甲羅入って、いや吐くんじゃなくてここで投げるね。投げます、はい、おい、よし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 、なんか来ると思いました。でこのパンを持って下のあれ倒します。来た。で下行こう。でこのハテナブロック叩いていいのかな、どうなんだろう。叩かなきゃいやいけないと思うんですよね。うわっこんなやられ方ないぜ。じゃあここはアイテムが絶対出てくると思う。これがアイテムでバネに当たってねビヨンって右に来ると思うんだよね。なんで叩いて右に行こっか。来いいや合ってた合ってた、いやよかった。でこのまんまチビになって上に行こう。なんかねキノコ2つ出してくれるところがありがなんでこうなんのそれじゃこのハテナブロック叩いてキノコ取るでしょ。キノコ取ってこの左から上に上がろっか。上に上がってジャンプ、オッケー。でこのまま上に行ってドアに入ろう。ここは何も罠なさそうだね。多分きっとこっちで合ってると思うんだけど。であのクッパクラウンジュニアだったっけ、なんだったっけ、あれに回転ジャンプで乗って、ちょっと考えさせてくれってそれじゃこのドア入ったらすぐ回転ジャンプで右に行こっか。この甲羅を踏んでいきます。来た、え、なにこの毒毒、またお前か。それじゃ次金魚に気をつけようね。金魚が右に出てくるでしょ、ここ絶対出てくる。よし、あの金魚が降りて下に行こう。大丈夫、何があるんだろうね。あ、何もなかったね。ここはこのハテナ多分コインだと思うんですよね。あ、やっぱコインだね。でこのまんま右に行って回転ジャンプで登って右に行ける、多分そんな感じでしょ。はい、うまい、いやそれじゃあここは上に登ったらさ右にすぐ避けようか、左か、オッケー。でいや邪魔くせ邪魔くせ、オッケー、危ない危ないいやこれできたね。で次は、え、待って何ですかこれ、うわーひどーいこの丘入ったらすぐ左に逃げようか。ここここでしゃがんでおきます。来た、いやいやちょっと待って待って待って、悔しすぎて言葉になんなかったぜ。じゃあここは右だね、ここ右に行って中間ポイントが取れるはず、そうでしょそうでしょ、よっしゃゴールより嬉しい。でこのオンオフをすればなんか変わるのかな。なるほど、あ、待って左左、キノコいるくさい、やっぱりいるやんかなんか右やべえな、進みたくないなこのまんま。それじゃあねここオンオフしたらねキノコが出てくるのは分かった。でこのキノコ取って進もう。でここは壊していく。そんでここパワーブロックあるね。パワーブロックを下に落とせみたいな感じじゃないのここ。ねえ落としてみようか、はい、
なんもないんかい。それじゃあこのパワーブロックは投げていいってことでしょう。投げます。はい、よし。で上に行こう。でこの右下なんか謎なんだよな。多分ね、上にボム兵がいるでしょ。ボム兵がいるからここ叩いて、ボム兵、じゃあここは走って行け的な感じかな。ちょっと行ってみるね。走って行って回転ジャンプで行こう。こっから回転ジャンプ、そう、うまい。でこのまま回転ジャンプで落ちていく。上に登ったらいけなかったんかな。じゃあ当たってここ叩ってみよう。お、来た来たけど、これ積んだ、え、積んだ積んだ、いやだ。じゃあここ上に上がるしかないと思うんですよ。なんでこっから回転ジャンプで上に上がろう。ここら辺でジャンプしよっか。わかる、この真ん中、真ん中ら辺でジャンプしたらいける。オッケー。で下に降りてドアに入る。あ、これが正解だね。うわ難しい、ここ本当に。で上でいいんですかこれ。上にバネがある感じだね。バネがあって針のところにやらせようとしてる。だから左押す。いや分かってた、いや本当分かってたんだよ。分かってたけどなんかできなかった。なんでここジャンプして左押しっぱでジャンプしなきゃダメだね。いやここまで分かってたんだけどね。でこれは、いやナイス、よけ。いやちょっと当たってたけど。でここは下に行けばいいのか上に行けばいいのか。多分上で合ってるね。下は絶対に落とし穴だと思う。なんでこんなハテナブロック叩きます。で下に降りる。スター、スターこっち来ない。ちょっと頑張って、いやもうちょっと、もうちょっと頑張って、こっち来て。来ねえな。ここはブロック出るよきっと。叩きます。はい、ほら来た、うますぎ。いや分かってたのに、分かってたのに。ジャンプしてすぐ右に行け的な感じだね。行くよ、ほいで右、オッケー。でいや合ってる、合ってて、ここでもう一回オンオフをする前にちょっと右行ってみていい。右なんもないね。なんでオンオフして土管の方行こっか。いやなんでそっち、さっきもう。こっちは何よ、こっち正解じゃないでしょ。もっと先進ませてくれ。右上なのかな、右下なのかな。まだ右下なんか先に進めたっぽいんだよね。ちょっと右上行こうか。やっぱり多分こっちが合ってるよね。多分右下なんでこっちが違うんだよ。さすがトロールを作る神様がですね、いいねをしたコースだけあるね。いや本当に作りがねめちゃくちゃ凝ってるっていうか、なんかわかる、わかるんだよ僕には。もうトロールコースをねずっとやってきてるからね、なんかわかるんだよね。なんか雑なトロールコースと、なんかめちゃくちゃ凝ってるなっていうトロールコースあるんですけど、このコースはね超凝ってる。じゃあここ下でよかったんだね。この土管でよくて、すぐ右に行こっか。右下のオンオフのとこ行こっか。多分こっちが正解だね。うーわそこにパックン出てくる。これは、うわブーブーか、上に行かないけんのか。ここはすぐ上行こっか。はい、でブロック変わる。でこのまま右に行こう。そして上か下か、ここは何も変わんない。ここはね多分上からね音符ブロックを踏まないけんと思うんですよね。なんで上から踏みます。はい、いやー上のオンオフを変えてすぐ左に逃げる。多分これでいけるはず。オッケー。で羽か、どうすればいいんだろうね。羽で叩くでしょ。多分右コインだと思うんですよこれ。ほら、あれ、あ、いいかいいか。なんかめっちゃ焦った。いやダメじゃねえかこれ。一回オンオフすればいいのかな、こんな感じ。いやどうやってするんだろうね、うわ分かんねえ。あ、この状態でもう上に行けばいいっぽいね。でしゃがむ、待って、しゃがんでガリガリに当たろう。でチビになって、ここでピーをねどうすればいいんでしょうか。これね絶対なんか出てくると思う、ここブラパとか。なんで叩いてすぐ右に避けるね。なんもないんですか。上に投げてこれさ、オンオフ押せないかな。オンオフ押したら鍵が出てくるみたいな。なんでそういうことすんの。ねえ、なんでそういうことするんですか。ここは何、しかも入れんのか。 P 踏んでいいんだろうねきっと。 P 踏んでみるよ、踏みます。でここでもう一回上のオンオフ押す。きた、オッケー。いや難しかったな。あら、ちょっと変わってるね今回。で左の右、いやこれなんか罠はある。
まだあんのかな。あ、中間ポイントあるけど絶対普通に取らせてくんないと思うんですよね。なんで、あ、いや取らせてくれるっぽいねこれ。ちょっとそれじゃあ次は絶対引っかからんよ。あの中間ポイントの前でねバブルが来るからね、止まろ、ここで一旦止まろ。オッケーで中間ポイント取る。よし、でこのまま左行ってでドアに入る感じかな。土管じゃないよねきっと。多分土管は入れないよねきっと。やっぱりね。じゃあここでドアに入ろう。そんでここは、ここはオンオフしたらどうなるんだろう。うわ、全く予想がつかないけど、右に行こう。オンしてボム兵が壊れる。で右、いや違うね。なるほど、オンしたところでどっかがあのキラーがいなくなるんだ。なんで一番右の手前、右から2個目行こう。なんで全部落ちるんだよいやそれはずるいでしょ。それじゃあ次全部落ちるからね、右に行こうか。すぐ、はい、オッケー、よしよしよし。でここはバネ持って上に行く。バネを上に投げてみよう。ブーブーか。いやもうこれ積んだよね。それじゃあこれは上に多分バネを投げておいて上に行く。でこのバネを持ってきっとねドアに入らないけん、土管ね、何回も間違えてるけど土管ね。ほら、で、で置く、でジャンプ、よし、うますぎ。で金魚が来る前に早く行こう。金魚いるか知んないけど、なんかゴールっぽいね。それじゃあここなんだけど、あえてさノコノコを無視して行ってみる。あれね、あ、やべやべ、ちょっとミスだミスだそんじゃこのノコノコ2回踏んでいこっか。1回左に置けます。1回左に置けてこっからジャンプ、はい、うまい。でこの矢印のとこ行こう、はい、よし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 右行ったらね、ね金魚にやられてたと思うんですけど、いやまずい、危ねあんなとこにも金魚隠してんの。でここは、え、なにここ来ないで。それじゃあ回転ジャンプを使っていけってことかな。このこう、オッケー、うまい。そんでドッスンが来るでしょ。ドッスンが来てすぐ右に行く、オッケー。そんでここをジャンプ、なんかねボム兵がありそうなんだよねこの右上、ないかな。あ、あー待って、いやいやいやー。そんじゃここはブロック叩いて左で P が変わる、オッケー。そんでこの土管に入る。もうゴールでしょ、そろそろ来るよ。これはどういうことですかねえ。キノコどこに来る、ここ、そっちなんだこの四角の枠は、ずるいよこんなの。はい、戻ってきました。ここでキノコが来る、オッケー。で右に入る、いや絶対ゴール、絶対ゴールだよここで。うわ最後、絶対最後、ここ、これを乗り越えればゴールができるはず。下から上に行くのか、左から上に行くのか、どっち。うわー、そしてねこのドア何、右行ってみる。うわー悔しい、今のうわー悔しい、今のは何やノープブロックは。どうすりゃいいんだここね、えこのドアに入ってどうすりゃいいのよ。え、ゴールやん、え、やったぜイエーイえマジかよ。え、じゃあここは何、チェックポイントに戻すとかやめてね。嘘でしょなあ、嘘だと言ってくれ。あ、でもなんかさっきと違うパターンっぽいよ。え、どうすりゃいいんだろうねこれ。これは、あ、叩けない感じ、え、戻る感じですかこれ。いや、まだワンチャンあるよ。こっからゴールに行けるっていうね、制作者の優しい心遣いはある、ないの。あ、あるっぽい、ほら、あるっぽい、あるっぽい、こっからゴールでしょ、頼む、来たありがとういや最後ビビったけどこっちで正解だったんだね。いやー面白かったねこのコースも。さすが天才がいいねをしたコースだけあるで。でみんな知ってた、僕あのアバター変えたんですよ。キノコの T シャツと短パンみたいな感じになって。この動画が良ければグッドボタン、そして
キオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。